こんにちは。いやー、リングフィットアドベンチャーやります。いやー、これね、日々やっていこうと思う、日々続く限りやっていこうと思うんですけど、まあ どうせならね、やるときに動画撮ったろうと思ってやりますね。これね、フィットボクシングと違ってなんかやる時間みたいな概念があんまないんですよね。コースみたいな、なんかアドベンチャーを、冒険をどれだけこなすかみたいな、俺のやる気次第みたいなとこあって、で、これね、まずこれ、この膝に巻くやつ、あ、ちょっと待ってよ。膝に巻くやつをね、このポケットに入れまして、おっと、こんな感じでね、入れて膝に巻くんですね。膝の真ん中になるように巻くんですね。左の太ももの中心に巻いて、立ったまま動かないでください。もう立ったまま動かないことを要求してきてんのか。ちょっと待って、足場を作るから、布団をどかしてね、マットレスを畳んでですね、もう暖房も切ろう、どうせ暑くなるんで。これね、カメラちょっと上向けないとかな。じゃあ膝に巻きますわ。若干手間ではあるな、これは。うん、まあちょっときつめに巻いて、よし、で、肝心のこのリングですね。あれ、リングどこ行った？これか。リングです、これ。これです。これをグニグニしてね、やるんですけど。こうですね。リングにカチッとやって、リングコンを押し込むと。危ない。で、これを押し込みます。ちょっとね、若干音が小さいんだけど、ちょっと上げますかね。じゃあやるか。押し込んでスタート。この時点でもちょっと運動させられてんだけど、でカーソル移動がね、こういう感じなんですよね。こういう大行すぎるだろ。はい、じゃあ冒険していくか。はい、これが私です。ワールド1はもう昨日やっちゃったんですね。うん、十分なスペース、十分かどうかわからんが、これでいこう。2日目です。2日続けることが難しいんですよね。その調子です。もうそれ勝ったら2日やるやろ。そら1万円もいかないかな。8000円ぐらいかかってるからな。あー、なんかね、昨日あんまりそんなきつくやってないせいか、筋肉痛はないんですよね。まあこれ、年のせいで、筋肉痛が2日後に来るやつかもしれないけど、大丈夫。いいですね。リングフィットネスはいかがだったでしょうか。いやー、めっちゃ疲れたよ。これね、こう、下行くのがこうやるんですよ。え、同じ運動負荷でいきますか。もう同じでいこうか。大丈夫だろ。初めはヘトヘトだったフィットネスが少し楽になる日が来るはずです。頼むわ。そうした小さな変化に気づくことが継続の秘訣ですよ。ダイナミックストレッチから始めましょうか。すみません、言い忘れてました。実はダイナミックストレッチするとゲーム内で経験値がもらえるんです。もらおうか。するでしょ。行ってみましょう。今からダイナミックストレッチを始めます。よし。身振りさんは鏡に映った自分だと思いましょう。それではミュージックスタート。身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1。
膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。膝が上がりにくければできる範囲で OK です。ラスト1回、はい、OK です。次はかかと上げストレッチ、内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。股関節周りを柔軟にするストレッチ、ね、体の柔らかさ変わってくると思うんだけど。ラスト1回、はい、その調子です。続いて背伸ばしストレッチ、大きく踏み込んで腰を落とします。前に重心をかけずに下に沈むことを意識しましょう。前にこれ椅子があるからさ、ちょっと足引かなくて、腕もしっかり上げることを意識しましょう。前に向かっていくことができる。ラスト1回ずつ、はい、OK です。もうすでに死んだ。最後は足を開いて体側ストレッチ、リングコンを持ち上げて体を横に倒します。前かがみにならずに真横に倒すことを意識しましょう。体側や腕の筋肉のストレッチになります。ラスト1回ずつ、お疲れ様でした。すでにちょっと汗が、タオル取ってきます。タオルいるわ。よいしょ、お疲れ様でした。頑張ります。これ、まあ、結構ね、技術が要求されるのかな。なんで、なんか夜の国とか言うね。これなんかね、筋トレ魔人みたいなやつが封印から解放されて、そいつをね、倒すために俺がリングを使って頑張るっていうストーリーみたいなんですよね。お、300経験値もらえた。そう、あらすじ。レヴィンはドラゴを倒した。しかしドラゴは残った力を振り絞り、次の国へ逃げてしまった。なんかあのマリオ3のね、飛行船みたいになってるんですよ。倒しても倒しても逃げていくみたいな。で、鍛えるほど強くなると。だから追いかけないといけないんですよね。こいつが悪の枢軸ですよ。油断したが、さすがのお前でもここまではこれ前ぐで、このなんかね、なんて言うんでしょう、トーテンポールの先端みたいなやつが、あのこのリングコンのここについてる、なんかこのゲーム内でここについてるやつなんですよね。なんかリングコンを手にしてしまったがばかりに、ドラゴとかいうわけのわからん魔人筋トレ野郎を倒しに行かなあかんためになったんですけど、なんか相棒みたいな感じになってるんですよ、これ。で、ここはドラゴンの育った場所。太陽が昇らない夜の国なんだ。健康に悪そうだな。夜は魔物を活発にさせる。僕らも慎重に進まないとね。ワールドも選べるんだ。一度行ったワールドにいつでも行けるようになった。いかんわ。新しいとこ行くやろ。でこうね、移動して、レベル6か。この辺りになってくると街も近い。街ってどういう概念？ドラゴンに生み出された魔物が街の辺りに現れたら大変だ。なんで大変なの？あいつなんか筋トレだけしてただけなんですけどな、あいつ。なんか悪いことすんのかな？この国でドラゴンを食い止めないと。よし、じゃあ行きますね。7分で55キロカロリー消費予定と。少ないな。ガリガリ君1個分にもならんな。で、これね、あの走るのをこのストレッチ、スクワットに変えてるんだ。スクワットすると進んでいくっていう。沼か。その感じ。水の中では膝を深く曲げると早く進めるよ。勘弁して。なんかこのね、コインをね、
こう横にあるコインとかを吸い取りながら行くんですよ。いいね。狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。なんか鹿走っとる。これ敵ですね。エンカウントするとこの筋トレで戦わなあかんのですわ。じゃあスクワット。え、二人おるんか。はいはい。刀が開いてます。前に行けます。よし、動こう。すっきりした骨格に近づける運動かも。いいよ。こうやってどういう戦いやねん。なんでダメージ受けてんだ。あと10回もあるやんけ。よし、いいぞいいぞ。膝が。いいよ、ラスト1回。ナイス、よくやりきったね。この腹筋ガードとかいう、押し込むとき足は軽く曲げて、こうやってガードするっていう。めっちゃ押し込んだ方がいいんだ。疲れたよ。スキルを選ぼう。じゃあバンザイプッシュでいくか。バンザイプッシュ。これをこうやってね、押し込むんですよ。いいよ、ナイス。オッケー、すごい。みんな、すごいぞ。よし、よし、最高。よし、よしね。よし、倒せたね。あ、死んだ。あ、ね、ガードね。息を吐きながらお腹に力を入れて。疲れてるかな、ね、結構ね、グニグニ押し込んでも大丈夫なんですね。このニートゥーチェストってやつな。俺が画面外に消えるんですよね、この下に座るから。じゃあこっちにしよう。椅子のポーズ。はいはい。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。下半身の筋肉を鍛えて代謝を上げよう。代謝を上げようとか言ってる場合か。敵が多いんだ。よし、気は抜かないで。腹筋ガード。腕じゃなくお腹に力を入れよう。ハートが少ないよ、気をつけて。ハートが少ないよっていかんともしがたいだろ、それは。クワッと。はい、よし、動こう。息を吸いながら足を曲げよう。いいね、輝いてるよ。いいね。オッケー。いい動き。いいね。勝ちました。汗が輝いてたよ。ビューティフル。どんだけ大変なんだよお前。敵倒すのにこんな時間かかってたら進むのも進みませんわ。よし。なんかレベル上がったぞ。攻撃力と防御力上がったぞ。なんか出てきた。スキル覚えたぞ。下げてプッシュ。バストアップ。ハッシュタグついてる。セットするセットする。あ、ね、これまた走ってやんか。
コギンを吸い取って、あれコインが取れなかった。これなんや。あ、これ 下向けて押し込むとジャンプするねんな。あ、またできっちゃうもんこれ。できや。さあ、何スキルを選ぼう。なんていうのこれ、青ケトベル、ケトルベルじゃねえか。下げてプッシュやるか。下げてプッシュ。どういうの、水平になるように。さあ行くよ、軽い前傾姿勢でリングコーンを押し込もう。オッケー。なるほど、全体攻撃なの。オッケー、オッケー、いい動き。一人しか終わらない全体攻撃、効率悪い。完璧。全然減ってないよ。いいね。いいね。よし、ペースアップだ。よしよし、よしよし。あと5回。いいね。いいよ。あと3回。いける。よし、ラスト1回。ナイス。パーフェクト。腹筋ガード。出た。しっかりと押し込み続けよう。スキルを選んで。スクワット、バンザイプッシュ。あ、でもこれ似たような感じか。しんどい。よし、ワニ元気を分けてくれ。よし、動こう。肩周りの引き締めにおすすめ。よしよし、キレッキレ。いいよ、素晴らしい。よしよし、手首いて。よしよし、押し込むときに手首が痛い。いいよ、ナイス。いいよ、いいぞいいぞ。全然いらないこいつ。早く死ね。死ね。いいね、その調子。いいね、ペース上げていこう。よしよし、いいよ、あと5回。よしよし、あと3回。いいよ、ラスト1回。あ、最高だったよ。ちょっと待てって。押し込むとき足は軽く曲げて。どうして。まだまだ行くよ。スキルを選んで。ちょっとニーズジェストも一回やっとくか。じゃあニーズジェスト、これ置くんだよな、んかリングコン。両手で上半身を支える。床に座って足を伸ばすとちょっとな、広さ的に厳しいんだよな。ちょっとカメラ負けるか。じゃあこう、これで。さあ行くよ。膝を曲げるときはお腹に力を入れよう。オッケー、いいぞいいぞ。痛いよこれ。すごい。いいよ、その調子。よしよし、最高。よしよし、いい動き。よし、キレッキレ。オッケー。いいね、輝いてるよ。輝いてるの。よし、素晴らしい。よし、自分を追い込んでいこう。自分を追い込んでいこう。早くしない。あと5回。その調子。OK。あ、死んだ。いや、なかなか手強かったね。ちょっと座布団がなんか置かんとあかんかもこれ。はあ。戻します。いやしんどい。お金6。この世界でどれだけ貨幣の価値があるのかな。
回はね、ジョギングっていうか、ドタバタと走るらしいんですよね。家でやる場合は、下の階の住人のこともあるからっていうことで、スクワットで済ませてくれるモードがあるんですけど、スクワット膝が痛い。これなんかね、弾打てるんですよね、これ。こうやって岩か、厄介だね。なんこれ、お腹押し込みキープ。そのまま僕をお腹に押し込み続けて、いい感じ。腹筋ガードやん、これ。金回収。あ、ゴールや。ゴール。腰を下げて。あ、で、これなんかね、ビクトリーポーズとかいうのね。ビクトリーポーズ。お前ちゃんとカロリー入れとけよ。脈拍を調べるんですよね。高いな。いきなりしんどいぞ今日。消費カロリー少ねえ。さあ、俺の体を鍛えれば鍛えるほど攻撃力や防御力も上がってバトルは有利になっていくんだぜ、うん、どんどん魔物を倒して僕らも強くならないとね。そう、お前、お前もやれや。フィットボクシングはトレーナーも一緒の動きをしてたから、こうなんかね、共感性があったけどな。宝箱、宝がなんぼのもんやねん。アイテムが入ってる。ガシャガシャ。よし、150円。なんぼのもんなんすかね、これは。じゃあ行きますか。ちょっと水飲もう。人がいるなんて、とりあえずここにいる魔物を倒してみんなの安全を確保しないと。行くか。しんどいよ。でも確かにこれぐらいお膳立てしてくんないと。死んでくんないと運動なんかしないからな。急いで走らないと戻されちゃうよ。戻されちゃうの。いい感じ。あ、なんかあれジャンプできるんやったっけ。ジャンプってどうやってやるんだろう。こんな感じで飛ぶ。あー、めっちゃおるやんけ。4分で終わるか、これ。これが一番楽よ。全体攻撃だ。
と一回よっしゃパーフェクト腹筋ガード腕じゃなくお腹に力を入れようそんな攻撃スキルを選んで、はあ2ターンかかるのか。いや、これね。ゆっくり倒そう。クッキーする。ゆっくり戻そう。腕を上げるときは腕を離す。あ、これゆっくりやらなあかんねん。バイバイ。腹筋ガード。早ない。押し込むとき足は軽く曲げて。攻撃してこない。ハートが少ないよ。気をつけて。ハートをどうやって回復するんだよ。まっすぐ前になるように汗ダロダロなんですけど膝は前に出さずにもっと腰を落とそう良くなったよもっと落とさなかったよしよしその調子いいよ膝の負担がすごいよしよしキレッキレいいね倒せたね腹筋ガードはいしっかりと押し込み続けよう。ハートが少ないよ。気をつけて。万歳プッシュ。熱い。万歳プッシュね。頑張ります。よし、動こう。肩周りの引き締めにおすすめ。いいよ。よし。いいぞ、いいぞ。すごいぞよしいいね、いい動きいいねよし楽しいんだあの全体攻撃もっと増えへんかなナイスもっと全体攻撃したい個別に運動なんかしてられへんぞこれ結構ね、押し込んだりしても丈夫なんですねすげえよ、全力で押し込むとか言ってくるしハート最大値プラス1ゼルダみてえだハートの器をねあんなのだからスクワット地獄だを下げて。あ、そう。伸ばして。すごいなこれ。なんか iPhone でもこういうアプリあるよね。指当てるとうん脈拍取れるってなんか静脈の動脈血管のなんか動きを見てやってるらしいんですけどね
ットスキルセットを使いこなせれば自分のペースでバトルを進められる。今少ないからな。俺がやりたいやつばっかで固めたいけど。ドラゴンが街にでも現れたりしたら、それだけは絶対に阻止しないと。一体何が起こるんですか。そろそろ休憩しませんか。マジでそんなやってる。休憩しませんかって言われたのもここまでにしとこう。ゆっくりやっていきます。あのね、その代わり独自の運動みたいなのがあるんですよね。独自にやるやつ10分か。まあこんなもんでしょう。でもフィットボクシングの時みたいに30分とかやっちゃうと、35分とかやるともうだるすぎるから、こんぐらいをちょっとずつやっていくか。体を動かした時間を計測しています。なるほどね。ストレッチする。ストレッチはねよくやらないと。へえ、そういうのあるんや。ストレッチも今日のメニューに合わせてくれると。リングコンは使いません。はい、安全な場所に置いておきましょう。置いておきます。両手を上げて左肘をつかみます。へえ、これ初めてやな。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。へえ、摂取カロリーを減らしたいな。まず甘いものを少しだけ控えてみては。やっべ、頭が前に倒れないように注意しましょう。甘いもん大好きなんですけどね。ガリガリ君食いまくりやし。ゆっくり体を戻します。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。はい、腕を引き寄せ左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。はい、果物や豆類、野菜、海藻等に含まれる水溶性食物繊維は腸内環境を整える働きがあります。反対側も同じように行います。それはね、食物繊維の粉も反動をつけないようにゆっくり伸ばしましょう。水溶性の食物繊維の、ね、粉。チーズはタンパク質を豊富に含む非常に栄養価の高い食べ物です。カロリーも高いですよ。カロリー高いな。ゆっくり体を戻します。タンパク質、ね、左手を前に出し、右手で左手の指を押さえます。左手首を反らしながら腕の前面を伸ばしていきましょう。これね、普段からよくやりますね。俺も腱鞘炎みたいな感じで手が痛い時あるんで、くしゃみをすると腰に強い負荷がかかります。反対側も同じように行います。机や壁に手をついて衝撃を伸ばしましょう。腕を引き寄せることでより伸ばすことができます。脳はブドウ糖エネルギー源です。頭がもやにするときは糖質が不足しているかも。ゆっくり体を戻します。糖質が不足するような食生活しない。体の前で手を組みます。お尻は腰掛けるイメージで手は前方に伸ばしていきましょう。トレーニングウェアを用意して形から入るのもありです。やる気アップするかもしれません。このジャージ、普段からジャージなんでね。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。これ初。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。へえ、あ、これ気持ちいい。反対側も同じように行います。足の甲を持つとすねの筋肉も伸ばすことができます。早食いが太るというのは本当です。血糖値が急上昇するためです。大食いにもつながります。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。よし、お疲れ様でした。どうもです、はあ、お疲れ様でした。今日の豆知識です。もう散々豆知識聞いたけど、筋トレして基礎代謝を増やそうと思ってもどれぐらい鍛えて良いのか不安になりますよね。ということで今日のテーマはこちら。筋トレするとムキムキにならない。簡単にはなりません。体を引き締めたいけど、ボディービルダーみたいなムキムキにはなりたくない。そう考える方も多いかと思います。でもご安心ください。負荷の軽い通常の筋トレをしても簡単にはムキムキにはなりません。筋トレで筋肉が増えると代謝が上がるので脂肪が燃焼し、ボディラインがきれいに整ってスッキリした体になれます。ボディービルダーの体は長期間にわたるハードなトレーニングと徹底した栄養管理の成果なんです。
まあムキムキになるような心配なんてしてないですけどね。なるわけないんでね。いやムキムキになったらやだなとかちょっと勘違い野郎すぎない、俺がそれを思うの。よし、なんでね、あのこのね、どれやったかな、お手軽カスタムこれかな、違うか、お手軽かな。なんでこれのね、セットメニューっていうので、ね、肩こりの改善、これやりたいんですよね。肩こりがすごいんで、これ日々やりたいですね。しっかりやりたいですね。これ結構きついんですよね。でもほな行こうか、ぐるぐるアーム、ぐるぐるアームね。なるべく大きくリングを回そう、ね、回して回して回して、腕だけでいいんだ、回して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 、回して、肘が曲がっていると運動効果が下がるよ、回して回して、あと20回回して、あと半分回して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 、あと10回回して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 、あと5回回して、何言しないよ、回して回して回して、いい動きだったよ、肩にプッシュ、肩にプッシュ、鏡に映ってるんやから、こうか、俺から見れば、よし動こう、体が横に傾かないように気をつけよう、いいよ、最高、いいね、いいね、あと5回、よしよし、素晴らしい、いいよ、あと3回、 OK、 その調子、よし、すごいぞ、ラスト1回、よっしゃ、よし、左右を入れ替えよう、入れ替えます、さあ行くよ、上腕二頭筋と三角筋の間に挟むと効果的だよ、よしよし、よし、完璧、よし、あと5回、 OK、 いいぞいいぞ、オッケー、あと3回、よしよし、キレッキレ、いいよ、いい動き、ラスト1回、オッケー、最高だったよ、蝶つがいのポーズ、蝶つがい、これむずいんですよね、これわかんねえんだよ、こうついて、ゆっくり左へ倒そう、よし、最後まで倒そう、あれ、お手本の速さに合わせて、下げた手に体重を乗せすぎないように、しっかり倒して、しっかり倒して、いまいちわかんねえんだよ、これ。ゆっくり右へ倒そう。もう少しゆっくり動こう。肩こり解消にもいい動きかも。よし、最後まで姿勢を戻そう。ゆっくり戻そう。わかんねえ、これ。ゆっくり戻そう。見えへんし、画面が。
からんこれ。ちょっと動きが早いよ。もう少しゆっくり動こう。これ成立してへんよ。ちょっと動きが早いよ。どういうことこれ。ゆっくり戻そう。戻してますやん。ゆっくり戻そう。どういうことやん。しっかり戻そう。ゆっくり戻そう。わからんって。お手本の。よし、これは無理です。邪魔だわ、ほんま。ああ、どうなるんやっけな、これ。こうか。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。肩甲骨を真ん中に寄せるイメージで。ゆっくり戻そう。ゆっくり戻そう。ゆっくり戻そう。パーフェクト。眼鏡が英雄一のポーズ。英雄一のポーズ。イエーイ。ゆっくり左へ倒そう。ゆっくり戻そう。背筋を伸ばして上半身を床と垂直に。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり戻そう。上半身を大きく倒しすぎないように注意して。完璧だね。英雄2のポーズ。英雄2のポーズ。これはね、こうですね。ゆっくりひねろう。よし、最後までひねろう。肩に力を入れず、リラックスしながら行おう。ちょっと動きが早いよ。あれ？もう少しゆっくり動こう。しっかり戻そう。どっち向き？お手本の速さに合わせて。どこまでひねりゃいいんだよこれ。ちょっと動きが早いよ。しっかり戻そう。どこまで行くんだよ。こんな行くの？左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。これ最初コントローラーの方がこっちなのか。ゆっくりひねろう。どっち？逆？よし、最後までひねろう。どっち？お手本の速さに合わせて。前の膝が内側に入らないよう注意しよう。よし、最後まで姿勢を戻そう。よし、どっちだよ。最後まで姿勢を戻そう。こうだよね。こうでしょ。よし、そんな行くの。最後まで姿勢を戻そう。わかんねえ。はあ？こうだよ。こっち向きだね。なんだ。もう少しゆっくり動こう。ちょっと動きが早いよ。お手本の速さに合わせて。どっちだ。
もうなんだ。よくやりきったね。全然わからん。扇のポーズ出た。座るやつちょっとな、回す方向とかもう一回食い違ったらもう修正させてくれへんからな。右膝を曲げ、かかとを寄せる。ゆっくり左へ倒そう。ゆっくり戻そう。伸ばした足の膝が少し曲がっても OK。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり戻そう。内ももや股関節の柔軟性アップにいいかも。よくやりきったね。はあ、これ正解の動きがな、わかんねえんだよな。こう具体的に正解が分かんないっていうのが問題ですね。85で、まあ、俺途中こんなんしてたからな。こんなんしてたから。そうですね、まあ、こんなもんかな。肩こり改善されたんだな。ああしんどいっていうような感じですね。どうでしょうね。よいしょ。というわけで本日のリングフィットは以上でございます。まあなかなか疲れましたね。この後は俺はお風呂に入らないと。汗かきましたね結構。こんなもんね、セットメニューなんか全部やりたいですけどね。すっきりウエストもしたい。ここに書かれてる紅葉を全部一身に受けたい。というわけで本日はこの辺で。お疲れ様でした。